足を踏んで。
頑張るよ。ルーキーリバー、いつもありがとうございます。最高です、最高なミスターズバージョンです。楽しんでくれてね、あの嬉しいです。このままいい感じでいただきいけそうな感じになってきましたよ。これ君で来てほしいね、この誕生日ね。逆に何だったら私の誕生日なんですよ。そう6月4日だから、
一回だ、一回。二十何年付き合ってんのっていう。いやいや、まずいことでしたね。覚えてください。すごい、6月5日だった。6月5日。で、静岡のいただきフェス。毎年やったんだけど、今年3年ぶり開催かな。ね、あの、ね。あの、本当に主催者見るから電話して中止を聞いた時には本当にまだあのライブの中止に慣れてない頃だからね、もう1ヶ月ぐらいこう胃が痛いみたいな、あのそんなあたりだったんですけどね、まあ3年越し、まあ、開催できるなんてよかったなと思います。本当にそしてこのメンバーをまさかの朝一のモーニングセットに起用するっていうかね、いただきのスタッフがまた、ね、変態だなと思うんですけどねみんなでもいいアクトもあるし、そうそうそう、それで俺もこの間 N 式のライブ行ってたんだけど、ライブ行くとこうあったかい感じで体調も気合も良くなるっていうか、そうだね、そういう感じで音楽とも接してる。そうだから、いただきのモーニングセットってことで、あの絶対盛り上げるなって言われてるんですよでこうキャンプサイト明けで初日、あの2日目の朝もみんなもういきなりこう裸でもう、あ、行きたいところをこうもう手綱を押さえるようなプレーをしろという指令が出てる外遊でのそれどうなるんだいっていう感じで今日ねちょっとやらせてもらってるんですけど、ちょっと手綱をこう引きながらこう鞭を入れるみたいな、うまこんななってるねそんなライブになればいいなと思います。
ありがとうございます。やっぱり朝一からこうクタクタになってこうビールを持って芝生でこうでこの後見るっていう絵が見えましたね。いやみんな来てほしいよね。みんな来てほしい。本当にでもいいイベントだ。みんな来たらすごい楽しいと思うんだよね。こんなクソみたいな世の中だから。もう公園で音楽聴いて酒ビールとか飲んでなんならみんなやってね。なんでもだよ。おっぱい触ったりするもの。知ってる人だったらいいけどね。いやいやいや、別に知らない人はダメなんじゃない。いやいや、それは当たり前じゃない。まあ、知ってる人のおっぱいを触ったりもいいし、そういうことした方が人生が有益と。でも今日本当にあの、まあ、急遽ね、やらせてもらったんですけど、いつもあのウイスキーリバーのアキラ君、本当にいつもありがとうございます。ね、急な中、皆さんに集まりいただきありがとうございます。じゃあ、これで我々もこう、自信を持って、いただきに臨めるような気がしてまいりました。ちょっと後で、録画、送ってください。参考に、いただきが多分になっていくんだろうなと思うんですけど、まあ、ほぼ、まあ、成功は見えたかなっていう気がしますよね。やっぱりみんな来てほしい。今日もいただき本気ですよ。お前。いやでもぶっちゃけもういろんないっぱいの人が来るんだよ。この日は俺の誕生日なんだけど。そこだからそこ忘れちゃいけないのよ。6月1日。そこはいてもそう本当悪いんだけど。俺の誕生日で静岡県のいただきってフェスで。朝からで そこに来たら、また一から説明してる。俺の母親もおばあちゃんもキリスト教徒で、俺もサリジオっていうキリスト教の学校に入れられたんだけど、で俺はキリスト教徒だけど、俺のは本当信じるのは音楽っていうか、その感じでやってる。で、まあ今日は。いただきっていうフェスティバルでこのマリノと元春でやるって企画のもとにね、このアキラメンがね、甘いからね、まあ、アキラメンの名刺入れたっけ、ひどいよ。ピーですよ。ピー会、ピー顔会、ね、マイク終わったの、これ失敗しちゃった。回収、早めのマイク回収ってことで、ね、11時間があるんでね。はいね、クロマニオンを本当にね、と一緒にも付き合いも長いですからね、はい、またこうやって4人で一緒にやらせてもらえたらなと思います。ありがとうございました。